水古伝水古伝108世一覧表、古殿尺古殿尺は、中国の小説で読んだ駅所の一つである、水古伝の登場人物。天意星の生まれ変わりで、序列は、両山白第8位の高官。あだ名は、総無知で、得意とする武器、無知を両手で日本を扱うことに由来する。元は南寺年衆の都政。無知遣いで知られる北宋建国の後進古殿さんの、 着流の子孫という設定。30機を横一列に鎖で繋いな強力な騎馬軍団、連艦馬戦法の指揮を得意とする。両山迫討伐軍の総大将として登場し、当初は両山迫の英雄たちと敵対し数度にわたる両山迫討伐を行うが、いずれも敗れ、両山迫に入山した。なお、後日誕である水庫高伝にも登場し、 しばしば、五将軍と表記されるが、彼の姓は、本来、古縁という二次世であり誤りである。両山白軍が高等州の高連を攻め落としたことで、総長廷に強行をもたらし、高級から古縁尺が両山白討伐司令官に推薦された。古縁尺は、天使の起草から、雪からすすいという名馬を賜り、副将の関東、宝器らと共に、両山白攻略へ向かう。 初戦で、宝器が両山白軍の女将、小三条に捕らえられるが、連艦馬作戦を駆使して両山白軍を大いに、苦しめた。追い打ちをかけるべく、首都東京から、宝術の名手である両ブリを呼び寄せ、砲撃を加えたが、両山白軍にしのげぶりを誘拐されてしまう。その間、両山とマリ川では、連艦馬戦法を破砕するため槍の名手、ジョネを仲間にしており、 そのため、古縁尺軍は大敗し、関東も捕らえられたが、古縁尺は、雪からすすいで、短期脱出した。このまま東京へ帰っては、面目が立たないため、青州知事の母用彦達を頼る。母用知事は朝廷へ取りなす交換条件として、青州に救う、山賊三山の討伐を依頼する。早速、東華山の離中、周通を攻めて退場したが、東華山は、 二竜山の路地神、楊枝、竹松らに救援を求めたため、膠着状態に陥る。その間に、白古山の広明、公領が、青州城を攻めたため、取って返して、広明を生け取った。危機感を覚えた、宮山連合軍は、両山泊に救援を求め、両山泊から総方、御用、花枝が派遣される。古縁舎は、御用の策略にはまり、捕らえられた。 しかし、総公は、捕虜となった、コエンシャクの縄を解き、礼を尽くして、両山止まり入りを進めたため、息に感じた、コエンシャクは心よく入山し、青州城攻略に手を貸した。その後も、某、三世目、東らしの総一族の攻略、北京攻略などに従軍、活躍し、108人の高官が勢揃いした際には、第8位となり、馬軍後故障の、 第四番目に位置づけられた。両山白軍が朝廷に招きやすされた後は、両国征抜や放浪征抜に馬軍の将として活躍する。ただし、物語の登場人物としての個性はあまり感じられなくなる。放浪征抜終了後、東京に外線。両山白軍解散後は、武説将軍に任命され護衛兵馬士となり、皇帝の警護を務めた。後に、 金国征伐の軍を引き骨術四大使を撃破するなどの功績を挙げたが、順義士で戦死した。なお、水庫公伝によると、この古エ玉は、奇想の旧男の皇王朝構えの側近となり、南宋を支えた一人の武将となっており、花宝春と皇日の姉妹の向このジョアキラと義兄弟の誓いを結んでいる。また、娘の古エ玉英は、女芸のこのジョアキラに嫁いでいる。 コエン尺は、水古伝の原型と言われる、大層千話維持では、鉄ムチ、コエンヒロシという名で登場する。水古伝と同時期に成立した小説、陽怪小演技では、コエンさんが、鉄ムチを振るって、両軍と大いに戦う場面が多く、水古伝と陽怪小演技が、成立過程で互いに影響を及ぼし合っていることが、伺える。また、学伝では、 中心として登場し、南宋のために老齢の実を買って奮戦するが、金国の骨術に殺されてしまう。横山見つけるが表した漫画水古伝にも登場するが、彼の獲物である、総無知が打撲武器ではなく文字通りの二本の無知として描かれており、二流三星伐戦でロチシンと相対した際に、無知がロチシンの秘釈杖に絡まり、 力比べを演じる羽目になっている。ありがとうございます。